コーデもありがとね。え、ちょっとノエル、ノエルのですね、スバルのすごいところ、どんな時でもキラキラ輝く大空スバルであるとこ。何を言ってるかわからないと思うんですが、お仕事が忙しかったり体調が斜めだったり、そんな時、配信者といえど一人の女の子だから弱々な面が出ちゃうと思うんですが、大空スバルは一味違う。ちょ読むね。まず定休日を決めて自分のオフ管理ができる、できている。マネジメント力すごい。歌もダンスも頑張りつつ配信で頑張っている。努力家すごい。配信時間も20時に固定、基本固定してスバ友のみんなが追いやすくしている。心遣いすごい。確保、もちろんスバル先輩が筋トレの要領で20時じゃないと逆にムズムズする話は知っていますが、ますごいね。それでも固定時間は配信者からしてすごい。失敗も笑い話にできる。配信者として無敵すごい。コラボの時に率先してリードしてくれる、話しかけてくれる、温かいすごい。全部ひっくるめて偉いすごいし、全力でスバ友のみんなやホロリスを笑顔にさせる。そんなキラキラ輝く大空スバル、大空スバル眩しい。結局ポイント出しすぎている気がするんですが、とにかくスバル先輩はレッスンや収録で本当に多忙で大変だろうに、人一倍元気でキラキラ輝いててすごいってことです。ありがとうね。もうなんか胸いっぱいだわ。ノエルからスバルへの気持ちを今ここで全部知れた気がして、マジで嬉しかった。ありがとう。でも正直スバルはノエルのことをマジで尊敬してるし、失敗も笑い話にするっていうのはノエルに教えてもらったことですね。ありがとうございます。ありがとうな、ノエちゃん。これからもよろしく。見てるだけで胸焼けしてきた。お前ノエルはないいやつなんだぞマジで。ありがとうございます。スバル直してほしいところ、ここを直してほしい。歌枠のアーカイブ残して、スバル先輩は歌に自信がないって言ってますが、最高なんで、もうね、スバ友なんよ、マジで。ありがとう。ありがとうな、ノエル。割と完成しきったスバ友だった。ありがとうございます。これはね、ちょっとね、残していきたいと思います。